ガルテンスキー・シフリンが通算81勝、W 杯女子回転第6戦。ザグレブ4日ロイター、アルペンスキーのワールドカップ、W 杯は4日、ザグレブで女子回転第6戦を行い、ミカエラ・シフリン、米国、が優勝した。W 杯通算81勝として、同胞リンゼーボンの女子最多勝利記録まであと1勝に迫った。シフリンは1回目に唯一の49秒切りとなる48秒93で首位に立つと、2回目も47秒49でまとめてトータル1分36秒42のタイム。2位に0秒76差での勝利だった。5日にもボンの記録に並ぶ可能性があるシフリンは、信じられないほど幸せ。今日はスキーを楽しむことができ、1回目も2回目もベストのパフォーマンスだった、と、国際スキー連盟 FIS 公式映像で述べた。男女合計の W 杯最多勝はインゲマルステンマルク、スウェーデンの86勝。日本勢は安藤麻と蓮見小夏が出場したが、いずれも